流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを寄せて。先日アップした動画を見ていて、あの主赤のクリカン、あれと何か掛け合わせたいなと今思いました。よし、探してみよう、はい、これこれ、このねメダカ、これと、この奥にいるメダカ、これを掛け合わせようかな。すくってみたんですけど、ちょうどペアになってるなぁと思って。で、片方はね、あの、クリカンなんですけど、クリカンは透明鱗なんで、どうかなと思うんですけど、で、もう一匹の方は一応紅白で購入したラメが乗ってますよね。非透明鱗、紅白ですよね。まあ、このクリカンのやっぱり頭の赤さはすごいな。やっぱいい色してるわ。こう比べてもすごいよね、これね。いやー、まあ実はですね、去年このクリカンのメスよりもいい個体が何匹かいたんですけど、全部鳥にやられてしまったんで、もうクリカンもこれしか残ってないんですよね。いいね、すごいね。この赤色っていうのは透明な容器入れても全然抜けないんですよね、色が。ただ体色、体のあのボディの方ですね、ボディの方は黒い感じが薄くなるという感じは、表面はねあるんですけど、中の方は骨とかは黒いですね。エラなんかも黒い。両方透明になっている、クリカンの特徴ですね。これが、あの両頬の透明鱗が非常に、なんていうか、片頬とかに なりにくい両頬透明鱗が非常に多いですね。それだけ固定率が高い。こういうクリカンの、こういう個体もあるんだけど、他のバージョンもあるんですよね。こういう単調系よりも他の方が多かったような記憶があるな。まあ全部が全部こういう風な鮮やかになるとは限らないんですけど、まあ数匹は出てきますね。100匹ぐらい取れば数匹出てきます。いやー、しかしいい色してるわ。いい色してるわ。やっぱこういう風に黒い容器に入れると
黒い感じになってくるはず。もう少し水入れようかな。まあ最近は非透明林が流行ってるんですけど、うん、もちろん私も好きなんだけど、こういう透明林のね、素晴らしいメダカもいるよということで、これをきっかけに透明林のメダカが人気になるかもしれないですけど、まあなんないか、うん、まあ好きな人はねずっと好きなんで。すごいわ。いやほんとすごい、ずっとね見てられる。こういうメダカを100匹ぐらい固めて飼うなんて最高だと思いますね。去年正直言って10匹いなかったと思う、7匹とかで、そのうちすごい、あもうこれはすごいなっていうのが1匹ぐらい。まあ全部が全部そういうね、最高級なメダカにならないんで、もう一度クリカンの、クリカン自体探してみようかな、自分が欲しくなってきた、もう一回やってみたいな、探してみたい。今日の天気も降ったりやんだり降ったりやんだり繰り返して、でも気温的には昨日よりも5度ぐらいは高いんじゃないかな。うわすっごい赤い。固定でずっと撮っておこうかな。動きがない動画なんですけど、まあこんなんでいいのかな。でも綺麗だからいいか。まあいいか。私がずっとこうやって見ておきたい。いやマジいいわこれ、これでもこれ見ると欲しくなるんじゃないかなみんな。クリカン欲しくなるんじゃないかなこれ。お問い合わせすごいんじゃない、問い合わせ殺到じゃない。私持っていませんので探してください。どこかで必ずいます。クリカンの値段が高騰しても私の責任ではありませんので、すみません。ご購入検討の方は早めに探して早めに決断してください。こんなに綺麗なのが出ますからね。画像処理とかじゃないですからね、まあ、後ろの木とかの色見たら多分分かってもらえると思うんですけど、こういう草とか草のね葉っぱやります。これ普通にこれ葉っぱの色ですよ。こんな感じで、自然光に当てるとこういう感じの光を浴びると鮮やかな
でもカメラで通してみた方が綺麗だな。これ完全な赤じゃないんだよな、これ。やっぱ、黒い感じも入ってますからね。カメラだと2割増しぐらいになってるかもしれないですね。最近のカメラは性能が良くなってるんで。すごい。あ、そうだ、ミジンコをやってみよう。今からミジンコやりたいと思います。これミジンコ。